川崎 Z400FX とは、川崎重工業が製造していた中型オートバイ。FX は、4気筒を意味する F とともに、1970年代中頃の航空自衛隊時期主力戦闘機導入計画を示すファイター・エクスペリマントルの略語の FX からとも、1979年、欧州で発表された Z500 は、 斬新な直線基調のデザインを持ち高い評価を得た。この Z500 のボアストロークを変更し、日本の免許制度に合わせて中型バイクとして発売したのが Z400FX である。中型免許で乗ることができる4気筒のオートバイは、1977年に生産が中止されたホンダの CB4004 以来となることもあり、大人気を博した。 採算が合わずに生産終了となった CB4004 と比べ輸出モデル等の関連車種と徹底して部品を共用することでコストを抑え 400cc4 気筒モデルのラインナップを可能とした1982年に出力足回りの強化を図った後継機種 Z400GP が発売された後もしばらく生産が続けられたライバル車種と同様に暴走族 旧社会には改造主車として根強い人気があるため完全にノーマルの状態で残っている車体は少なくまたこの車種のイメージを大きく低下させる原因ともなっているノーマルに近い状態で残っているものは常識外れの金額で取引されているデザインを重視しているためシートが高く幅広となっているシートのスポンジを削るアンコ抜きをすれば良いのだが 美しいデザインを壊したくないがために無理して乗っていたライダーも多い。以下の車種は排気量などのエンジン仕様やブレーキの種類による差はあるものの基本的な車体構成は共通の車種となっている。ABCDE 国ボライン色は一覧では割愛。バイクブーロス、モトライド絶版ミドルバイク川崎 Z400GP1981 年当時の広告には Z750FX2 と Z400FX と並び、Z550FX がラインナップされている。ありがとうございます。